ロッカー開けられるもの探すしかないわけね。鍵か？探索か。あれ？こっちも開かすのか？猫こっちだったりする？いやー、違うはずですけど、これやったら多分開けられますよ。どうします？おー、開けてみ？そうだね。だったら話早いし。はい、ラジャでーす。オープンザ・スーサマ。猫はいないね。だから、それは掃除用具入れの方。ああ、ドライバーキャーあるよ。これでこじ開けられないかな？オッケーオッケーでーす。それあれば簡単に開けられるって。おいおい、犯罪者集団になり始めているぞ。本当にこれで開くの？なんだかなりますって。あっけな。払えない、結構しぶとい。やっぱり、素直に鍵とか探した方がよくない？開かなくなったりしないかな？いや、これで開けるね。もう緩くなってきてるから、多分いけると思うんだよね。頑張れ。お、開いてんじゃん。やるじゃん。お、開いた。お、猫。え？ロッカーの中は？何？猫緊急発進ブレッキーです。何やってんのこいつ。猫の餌？餌か。餌があるからこの猫が来てたのか。誰かが内緒で飼ってたんだね。で、猫の死体は？それはあくまで噂ってことで。猫だもんね。イラキより食い気か。飢えてんの？お前。あらら、こう。ほら、食べな。お前の餌なんて取らないよ。さあ、次行きましょう、次。まあ、ここも正体は、幽霊じゃなかったってわけか。次は、どこ行きゃいい？ん？ちょ、どこ行きゃいいんだろ、また。おいおい、時間制限があるから、変にうろちょろしたくはないな。どこあるっつったっけ、場所は。ああ、またあらまただ。くえ。あいつもうどうでもいいんだよな。何、あの中年も、もてあそんでんの？人行き悪いな。ちゃんと契約結んでんだから。死ね写真、売ってんだっけ？聞く？ちょっとそれどういう？スパイダーマンと一緒じゃん。だから、私は荒又に何をしても許されんの。それより契約って？電話なんかよりミカ、あんた契約って荒又となんか。ほら、親父って金持ってるし、なんかあるとすぐ怒ってくれるし便利じゃないですか。ほんとそれだけだろうね。あ、それって屈辱。マスコミに踊らされてそういうことしちゃう女子高生と一緒にしないでよ。
そのセリフ、あんたが言っても全然説得力ないの。あ、よかった。アラマトキャンセルできた。あいつの話長いからいいんだよ。どっか入ってみる？あ、これ放送室とかじゃなかった。とりあえず登ってみる？どこ行く？どこ行きゃいい？こ、地図とかねえかな？何があったっけ？場所。グラウンドとかあったな。走ってる子か。いや、登っちゃうか。あ、ここの上の階段、階にある階段がバスの13階段。あ、13階段ね。そっち行こうか。先輩、いいですか？うわ、アニメーション。いち、に、さん。いやー、もうちょい早く歩いてくんない？why? six.Seven, eight, nine, twelve, eleven. いいのさ、11分。あ、11段しかなかったわけだ。じゃあ、わさわさってことだな。ねえ。新校舎の階段って11段でしょ？まあね。もし噂通り13段になってたらどうします？そんなわけないって。あ、違うわけか。ここじゃないのかよ。ここか。他の階段どこが違うの？だから見た目は変わんないんだってば。へぇ。じゃあここなんかある？うん、少なくとも人はいないよね。何その少なくとも人はって。じゃあ早速始めよう。いわく聞くのはもうめんどくさい。こういうことだよね。もし階段が13段あったらここの修行は本当ってこと。ただしその時は階段落ちたこの霊がただの噂だと思うけど、一応気をつけてね、ミカ。え？気をつけるって？階段、落ちんなよって言ってんの。な？お前が登れっつってんの。は？先輩、やってくんないの？なんで私がやんなよ。お前が言い出したんだろうが。だって、先輩、信じてないみたいだし、怖いなんて言わないでしょ？私、怖いもん。え？甘いな。何言ってんの？言い出した奴がやるのは当然だろ。ちょっと止まってくださいよ。じゃあ一緒に行こうか。ダメ。ちょっとすぐ甘いくせ。そんな。だと言って行こい。ブーな、こいつ。時々英語使うようになった。はい、登ってください。ワン、ツー、スリー、フォー、プリキュア。もともとしやがって。8、9、10、11、あら、12、13。ああ、13。あ、終わった。もうダメだ。
それは、校舎の設計的に、13、あったー！ちょ、ミカ？思いかけるか。ちょ、ミカ。こういう時、単独行動したやつが死ぬっていう鉄板。なんなのよ、ちょっと。ちょっと説明して。13段あったんですよ。あそこ行ったら危なかったんだよ。危ないって何が？私の話聞いてなかったの？階段13段あったらゾンビですよ、ゾンビ。あんだね。とにかく、私絶対あそこ近づかないからね。しょうがないな、もう。でも、別に何も。それは私がとっさの判断で緊急脱出を試みたから。さあ、次は何かな？次か。慌ただしいね。どこに行けばいいんだろう。あ、降りちゃった。次どこ？図書室。渡り廊下で旧校舎に行きましょう。幽霊の話し声が聞けるやつです。図書室は確か渡り廊下行ってすぐ右だったね。はい。渡り廊下。渡り廊下は、どこ？渡り廊下は、どこ？ああ、これ逆だったかもしんないっすね。ああ、時間無駄に使う。うわぁ。これ、40分って意外と、厳しいかもしれん。迷っちゃうとね。これ、あ、これか。これ、俺が無駄な移動したのか？はいはいはい。確かめるよ。あっちね。なんだよ、ここですよって言ってくんないとわかんないよ。七不思議その3、幽霊の話を聞かせる図書室。なんといってもこの話には目撃者というか、聞いたっていう証人が多いんです。証人ね、話し声って、中で宿々がなんてオチじゃないでしょうね。先輩、つまんないツッコミ入れないでよ。いい？よく考えてみてください。宿直は図書室で一人ごとブツブツ言ってるってなわけないか。でしょ？ミカ、中のやつと。でど？誰もいないかな。ちょっと交代。ちょっと調べてみてくれる？ミカちゃん、ちょっとごめんね。どう？いつしま先輩？聞こえないかな。でも、奥の方明るいよ。誰か明かり消し忘れたのかな。レイって感じじゃないみたいだけど、入ってみる。え、レイじゃないのに？でも入ってみるしかないか、原因を確かめるには。ちょっと調べてみようか。されされ。その積極性を待ってたんだ、私は。うるさいよ、お前は。でも、
チクチクだったらバレんじゃん。とりあえずここには誰もいないか。音だ。これ、シキサノさん？でも話し声ってわけじゃないよ。もしかして誰かいるんじゃ。確かめなくちゃ。この部屋からじゃないよね。司書室の方からみたい。幽霊にしてはなんか変じゃない？だけどおかしいじゃないですか？こんな時間こんなところに普通人なんかいませんよ。キャプチャーボードが抜けるっていうね、災いが起きたのでね。じゃあミカ録音してくれ。ごめんなさい、取り直しが。待って、 MD 回しますから。会話進んでないだろう。やめましょう、こんなこと。何を本当には大丈夫じゃバレやしないし。でも田村先生、僕らは教師なんですよ。おい、なんだか急に昨日までの態度と違うじゃないか。ちょっとおにょおにょ言ってて聞こえねえ。ん？この声、競売が。シンクラ先生、ニークラ先生、なんて読むかな。もう片方、田村。今までは、田村さんが先輩でしたし、お世話にもなりましたから、それなりのお付き合いをさせていただきました。はい、どういう意味だ。それはちょっと勝手ってもんだもんな。これって、ちょっと上田雄二の声しかわかんないな。もしかする？ちょっとミカ、あんた今すっごく下世話な外してない？あ、わかりますね。それ以外ないでしょ、これは。これはできている。まあ、ね。まあ、ゆっくり聞きましょう。こんなのめったに着るもんじゃないっすよ。あんたね。でも、聞いてみたいよね。でも確かに面白そうだよね。だって女の子だもん。すいません、本当に。でも冗談じゃなくて、今日は体調も悪いんです。困っていけないだろ。自宅は埼玉だろ。帰宅の途中で倒れたらどうするんだ。ここなら今夜は俺がいる。保険体育に通して別に問題ないじゃん。おっと、田村しつこい。シンクルの方はかなり上がってるみたいね。止めた方が。冗談。なんか、ショック。シンクルって確か、弓道部の顧問でしたもんね。そうか、千里ちゃん弓道部か。市島先輩。明日からまともに先生の顔見ませんね。行くな。わかりました。あ、いくら禁断の誘いを受け入れるか。まあとか言って落ち、そういうことじゃないんじゃない。私帰る。ちょっと千里待ちなってば。おっと、この話はここまでだ。梅さん、待ちくたびれましたよ。いや、悪い悪い。近くの酒屋が休みでね、下のコンビニまで車で降りてたんですよ。でもまあ、頼まれたものは揃えましたよ。さて、ほら、あれ、ニコラ先生、ちゃんといるじゃないですか。またお邪魔してません、本当に。寸前まで帰りたかったんですよ。引き止めるのに苦労しました。ご苦労様。さあ、そろそろ。始めますか。あら、なんだ、飲みに。面白い先輩を持ったもんだな。体育会系に毎日付き合わされちゃ体が持たんだろう。宅飲みの話じゃん。今夜だけですよ、梅先生。それオン。
タク学校いくら先生が強いからな。いいそんなことないよ。先生向きなんだ。わかりますよ。立ち逃げを教えてないはずなんですけどね。何言ってんですか。ダメだったらですね、そんな話してくださいよ。あ、マージャンか。音が今微妙に置かなかった。こいつだけは気持たせるだけで持たせて、これが落ち、こんな落ち、へなへな方法。何言ってんのこいつ、力抜けるよ。何それ、へなへな方法って元ネタなんだろう。いいじゃない、シーズンも分かったし。ちょっと何嬉しそうな顔してんのよ。え、そんなこともないよ。もう疲れた、一通り待つしかない。そうですね、私お腹すいた。5つの謎を解決するとグランドに移動して最後の謎を見れるらしいけど、どうかな？時間間に合ったか？時間間に合ったかっていうか、階段の謎を解けてないんだよな。あー、付き合っちゃあげ上、あげた上になんで私がおんのよ。ケチー。オートリコ。だからもうミカの話は。ねえ、ゆかりちゃん。あれ？え？私、綺麗。わあ！あ、これ、あれじゃないの？ UO2 で見た、ポマード。ピンポン。え？よく知っているな。では、次の質問だ。後者のテイストの下に埋まるものは？なんだそれ。土台石。大外れ。外れました。残念だったな。お前たちは七不思議の真相も解けず、俺の質問にも答えられなかった。では約束通り、お前たちに大いなる呪いをもたらそう。俺は七不思議の秘密を守る者。その名も、七不思議の呪いだ。え？え？あれ？あのハサミじゃん。さて、今からお前たちの体を七つに切り裂いて、バラバラにしてやる。一つ、二つ、三つ、やん、四つ、あらん、五つ、つ、ギャフン。残念でしたね。1年 D 組岸井美香さん、2年 C 組市島千里さん、長谷川ゆかりさん、木渡先生がお呼びです。至急職員室まで来てください。え、お前ら昨日の夜学校で何をしてた？助かってる。やっぱバレてた。あずかはどうなんだ？どうすんの、ゆかりちゃん。バックれるしかないでしょ。何コツコツしてんだ、そこ。一番、なんでお前まで一緒にいたんだ、あん？あ。先生、何のこと？明日はわけわかんないんだけど、あはは、ぷえぷえ。嘘をつけ。校舎に忍び込んでいたのはお前たちだろう。勝手に決めないでくださいよ。私たちが何かしたって言うなら、ちゃんと証拠見せてくださいよ。証拠。
バカのふりするやつ。勝負だぞ。うんうんうん。この後に及んでまだ言い逃れするつもりか。あれ？さっきの男ってもしかして、こいつ？あん？ええ。だって、ねえ。黙れ！ああ！七不思議の呪い！すいませんでした。お前たちの担任にはまだ話しとらんが、厳しい処置を覚悟した方がいいな。変態教師。なんだこれ、こっち。なんだこっち。なんだこのオチ。ホラーゲームに、あるまじき、SE。これはね、恐怖エンドだね。失敗したな。うわぁ。で、多分、階段がちゃんと、分かってないと思うんだよな。だし、時間もどうだった？時間も良くなかったかもしれん。ということで、次、ちゃんと大吉エンドを目指してもう一回やろうかな。というわけでご視聴いただきました。ありがとうございました。よくまででした。あ、まあ、恐怖エンドじゃないと、今の七不思議の正体、七不思議のおっさんの正体が分かんないみたいなんで、っていうところで、そいつを見て、この辺で、今日ここまででした。トワイライトシンドローム、スペシャル探索編の、今回大吉エンドを目指して、頑張っていこうかな。まあ、ちゃんと見れてないところだけ、まあ、編集なりで飛ばし飛ばして見るかもしんないんで、多分、スキップすると思うよ。ここかな。13階段。リベンジしますか。まあ一応曰く聞いとくか。もちろん意味なく出る幽霊ないよ。私たちに何かどうしようもなく言いたいことがあるときだけ。Word by Itsumu先輩。ミカちゃん。デレデレですね。言ってたね。いつも先輩ってほんとリアクションがナチュラル。ミカ。はいはい、わかってます。わかってます。あのね、新校舎が立ってすぐの頃の話、ここの上にある踊り場に余分な机とか置いてあったんです。それである時、机を取りに来た一年の男子が階段を踏み外して、手に机なんて持ってるでしょ？バランスが取れないから、最上階から机と一緒に一気に真っ逆さま。それで廊下に頭から激突して首の骨を折って即死だって。あらら、痛ましい。それ以来この階段ではその子の霊が現れる夜。階段の数が13段になるんだって。うん。この辺一体血の海だって。知ってます？頭の傷ってすっごく血が出るんだよ。よし。始めよう。前回多分、ミカがやって、ミカ逃げ出しちゃったから、そのミカの後を追ったから、多分真相が確かめられなかったから、後を追わずに残る。っていうのをした方がいいかな。てかそもそもミカに登らせないっていう選択肢でもいいらしい。はい、やればいいんでしょ。でゆかりかな。甘えんな。ちょっと死に込み、ちょっと死に込みは、ちょっとやだなあ。ちさとちゃんにお鉢が回るわけか。私動くさすが一島先輩、人間ができてる。
いいの？いいよ。ガイデン数えればいいんだよね。いつも先輩ファイター。一言だと思って。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、うさ、数え間違いだよね。もしかしたら私の数え間違いかもしれない。ねえ、もう一回数えてみていい？何でもいいから早く降りてきて。1、2、3、12、13。やっぱり13だ。逃げようよ。出るって絶対間違いなく。いや、佐藤どう思う？ここは逃げないで。ねえ佐藤、何か変わった様子とかある？別に何も感じないよ。さっきから思ってたんだけど、ここそんなに嫌な感じないよ。でも13段なのは紛れもない事実だし、先輩逃げよう。何があってからじゃ遅いよ。まあそもそもここに連れてきといて何を今更言うとんねん。ちょっと落ち着いて。ねえミカちゃん、一つ聞きたいんだけど。津島先輩、頼みますよ。ここ離れたら何でも答えますから。すごく大事なことだから今答えてほしいの。ここの階段の数なんだ？え、今自分で答えたでしょ。13段ですよ、13段。うん。そうじゃなくて昼間の階段の数。え、例のせいだって言っても2段も増えるというのはちょっと不思議だよね。まさかと思うけど、もともと13段の階段でしたなんて言わないよね。え、どうなんだろうね。どうなんだよ。え、私、もちろん11段ですよ、確か。確か、多分。嘘、調べてないです。いい度胸してるね、岸井さん。いやー、それほどでも。ゆかりちゃん、グーはダメだよ。パーにしな。超バカっていうオチでしたね。元から確かめてないって話かな。じゃあ次に行くんでまた飛ばします。はい、これでどうかな。生なかったらどう責任取ってくるの。こんないい情報が入ったら一番に教えるってどうですか。1ミリも懲りてないね、あんた。まあこれで全部の真相確かめて、多分時間内に、回ることができたんで、グランドの真相がわかるんじゃないかな。でさ、何度も言うけど、私らは無理に付き合わせる必要ってないんじゃない。何言ってんです。本当は興味津々って感じたくせに。感じた、あんたね。いい、あた、そもそもなんでこの先輩たちに一緒に行こうって言い出したんだろう、ミカは。ちょっと待って。
ゆくしちゃん、あれあれ。走ってる。砂ぼこり出てる。やった、ほら、出た。今度こそ、不思議その7。砂煙上げて校庭走り陸上部の例、やっぱり出たでしょ。よかったね、ミカちゃん。よかったか？まだ決まったわけじゃないよ。また。そんなこと言ってないで確かめてみよう。ミカの声きつ。あ。なになに？はぁ！お前かい。金次郎さんじゃないですか。やっぱ学校の七不思議定番の二宮金次郎さんの像じゃないですか。ああ、そいつはみんなたまげるよな。ねえ、一つ聞いていい？はい。あれのどこが陸上部の幽霊なの？宮次郎の銅像でしたよね。絶対本物だと思ったのに。惜しかったね。どこか。うわ、結局この SE だ。ほんと疲れた。ミカに付き合うといっつもこれ。先輩。そんなこと言う？ちょっと、ラーメンでも食べてこ。うん。いいね。ちょっと、私も行くって。なんだ、この音は。おいおい、ホラーゲームか、本当に。ギャグゲーか？てか、これで終わりか？やったじゃん。これで全部大吉エンドじゃん。ほんで？もう一つの噂へ。これが多分、救命編の、に続く話ってだけかな。まあ一応見ときますか。